お疲れ様です。今日は5月5日子供の日ですね。お天気はちょっと曇り、明日は雨の予報が出ていますね。なんか今日はすごい、ものすごい風が強いです。時刻は午後3時ぐらいなんですけれども、まあだいぶ暖かくなってきましてね。あそこに生えているのは、これはヘアリーベッジですね。緑肥になる、植物で綺麗なお花が咲きます。去年種をいただいて撒いたものが綺麗に咲いています。これはね、きっと来年も綺麗に咲いてくれることでしょう。そして、去年の秋にあちこちに掘り残しておいた菊芋が出てきてますね。やっぱり菊芋は元気に成長していますね。はい、そして去年の育てたコスモスのこぼれ種がもうあっちこっちから出てきていますので、踏みつけてしまわないように気をつけて歩いている感じです。さあ、そしてここら辺は、ちょっと分かりにくいんですけれども、ラベンダーを植えていますね。ラベンダーの、ラベンダーのグロッソという品種です。つぼみがついていますね。はい、そしてこっち側ですね。よいしょっと、こっち側へ行くと里芋が、去年の秋に掘り残していた里芋が、そこと、あとそこもいるし、そこからも出てきていますね。ここら辺にもいますね。ということで、あ、ここにもいましたね、ちっこいのがね。よいしょっと。はい、というわけでこの辺りが里芋ゾーンになっていますね。そしてじゃがいも、去年の、秋に掘り残しておいたじゃがいもさん、そして、里芋がまだ続いていますね。ここら辺ですね。ちょっと小さめの里芋が出ていますけれども、まあ今年食べられなくても来年食べられたらいいかなという感じです。石ころをポイッと捨てて、こちら辺に行くと、よいしょっと、アボカドが生えてますね。去年食べてアボカドの種をポイッと捨てたのが、まあ発芽してきて大きくなってますね。これは実を取るためではなくて、落葉樹として育てています。まあ、秋になって葉っぱを落としてくれると、その葉っぱが、土を豊かにしてくれるので落葉樹として育てています。風が強くてね、あまりの風の強さに玉ねぎがね倒れちゃいましたね。倒れたところからこうぐいっと、伸びて花が咲こうかなっていうところですね。そしてここら辺がインゲンですね。つるなしのインゲンなので成長が早いです。はい、そしてここら辺が、和ハッカですね。和種ハッカ、ジャパニーズミントですね。一回切り戻しましたね。そして切り戻したやつをこっちに植えたりしてますね。今年は、ミントをここと、ここね、一箇所を一鉢、二鉢、三鉢に増やしていこうという計画です。はい、そしてここら辺が、うわ、なんかこれは、あなたは鉢なのか？何なの？なんかすごい大きいのがいるなぁ。蜂なのか？よくわかんない。蜂だね、きっとね。ということで、なんだっけ？はい、ローズゼラニウムが、花盛りですね。いい蜜が取れるんでしょうね。すごいでっかい蜂がいてびっくりしました。すごい伸びすぎてるので切り戻して、増やそうかなというところですね。はい、そしてここら辺が風が強すぎて人参が倒れちゃいましたね。後でなんとかしてあげましょう。人参はね、そろそろ花が咲く準備をしているところですね。綺麗な花が咲くと思います。
そしてここら辺にカモミールがいますね。カモマイル、カモミールが倒れちゃってますけど元気です。そしてここら辺がワイルドストロベリーですね。花盛りです。ちょっとね食べ損なってしまったやつもありますけれども、ここら辺は種を取っていこうと思います。種を取って増やす予定です。ローズマリーが復活しましたね。でここセージ、セージなのに食べられてるぞセージなのに食べられちゃってる。はい。そしてローズゼラニウムに埋もれるようにしてなんとか生き延びてるのが月桃ですね。でもローズゼラニウムのおかげで、あのローズゼラニウムが、おーびっくりした、ちょっと怖いです。冬の寒さから守ってくれたのではないかしらと思います。あーすごいびっくりしちゃった。はい。そしてこっち側、こっち側はね赤じそがいろんなところから生えてきていますね。赤じそが元気に出てきています。ニンニク、ニンニクね切り戻しちゃいました。うん、ニンニク切り戻しちゃいましたよ。そしてこれはひまわりですね。ひまわりもあちこちから出てきています。そしてこっち、じゃがいもですねじゃがいもね、明日ちょっと収穫をしようかなと思っております。じゃがいもさん。そしてここら辺が人参さんですね。人参さん、花が咲く準備を、つぼみをつけようとしているところです。風強いです、めっちゃ強いです。ここら辺はあれですね、ルッコラですね。ルッコラは種を取って増やす予定です。人参さんね、人参さん、人参の葉っぱね食べられますからね。うん、まあまあ美味しいです。そしてここら辺がよもぎですね。よもぎを増やそうと思っているところです。そしてよもぎに混じって赤い可愛い実をつけているのはヘビイチゴ、草イチゴですね。毒はないですが食べても全く美味しくないです。全然味がしなかった。はい。そしてここら辺、あ、さくらんぼですね。団地応答です。なんとか活着したようです。はい、生き生きとしています。来年咲いてくれるかしらという感じですね。はい。そしてここら辺ブルーベリーですね。ブルーベリーの実が、ブルーベリーじゃない、ワイルドブルーベリー、ビルベリーが食べられるんでしょうかね。どうなんでしょう。本当に風が強くて、はい、ちょっと怖いですね。そして、例の竹ですね。ちょうどね真ん中あたりに生えてるんですよね、一本だけ。そしてまあこまめにあたりを見回してるんですけれども、他に生えてくるような素振りもないので、とりあえずこれ一本だけ伸びすぎましたかね。一回切ろうかなとは思ってるんですよね。その時はそうね、あっち側に倒れるように切っていこうかなと考えているところです。それかもしくは、こっち向きはちょっとね、家にもたれかかるようにして倒すのもありかなとか考えながら、なんとかね、あの立派な竹ですからね、なんか竹細工とかできるんじゃなかろうかと考えているところです。はい。そしてここら辺が、よもぎの群生ですね。よもぎはね、あの増やしたいと思っています。はい。そしてここにじゃがいもがいますね。こっちのじゃがいもはね後から生えてきたのでまだまだですね。はい。そしてネギ坊主が出ていますね。赤玉ねぎのネギ坊主、花が咲くのが楽しみです。そしてレタスね、昨日食べたら美味しかったです。レタスをね、はい、食べています。そして、ちょっとこっち側に行ってみましょう。あ、どうかな、人参咲くかな。もうちょっとだね、風強いね。
ね、こっち側に、これだ。こちらです。オカワカメですね。はい、今年も出てきましたオカワカメがここと、ここから出てきていますね。オカワカメね、去年は食べることなく、綺麗な花を咲かせましたが、今年はまあ食べてみようかなと思っているところです。茹でておひたしにしようかな。これが、なんだこれ。これちょっとわかんないんですよね。さつまいもに似てるけど、多分これは、自然薯でしょう。多分ね。はい、もうちょっと大きくなったらわかると思います。すごい風が強いです。ということで、ちょっとガーデンツアーでした。はい、ご視聴ありがとうございました。すっご。台風が来たかなと思うぐらいのすごい突風ですね。